どうもノーモーションでーす。よろしくお願いします。さあ、ゲームモノマネをね、いろいろやってるんですけども、はい、今日は、ちょっとネタをやっていいということで。そうですね、はい、じゃあまず代名詞的なモノマネからいきたいと思います、はい、ストリートファイター2の龍対エドモンド本田の激闘のモノマネ、全部口で効果をやりますんでね、はい、ミュージックも口でやります。はい、ラウンドワン、はい、アボーケン、アボーケン、バー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 バさあ、そして本日はですね、原田のバーに呼んでいただいたということで、はい、本邦初公開でございます、はい、鉄拳ネタを、いろんな方に言われておりました。鉄拳ないんですか。本日あります。やっぱね、日常生活にも鉄拳って隠れてるんですね。そうなんですね。日常生活に潜む鉄拳ってやってみたいと思います。わ、はい、かりました。まずはスーパーでのダダッコ。何？おもちゃ買わないの？おもちゃは昨日買ったでしょ。帰りますよ。あそこにある新しいおもちゃ買ってくれよ。もうダメ、絶対買わない。買ってくれよ。買わない。もう買ってよ。買わない。買ってくれないと怒っちゃうぞ。いや、クマやないかい。いましたね。いましたね。スーパーでダダッコの子がいたら、はい、クマの勝ちポーズだと思ってください。そうですね。ありがとうございます。まあ今ね、40度超える気温ですから、はい、暑いですよね。まあ確かに暑いですね。水分補給大事ですからね。自販機で水分補給しましょう。はいはいはい、そうですね。自販機で買うでしょ。買います、買います。あそこにも鉄拳隠れてます。ああそうなんですか。はい、あー喉乾いたな。みー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 、この人が自販機をチャリンチャリン、お金入れてみーみーみピシッディーカタン、ミンミン、やっぱアイスコーヒーだよね。チャリンカラン、チャリンカラン、あ、すいません、お釣り出てますよ。いや、ドラグノフ。ね、ありがとうございます。いましたね。いましたね。ドラグノフでしたね。ドラグノフいました。買った時なんかカメラ覗き込むんですよね。覗き込みましたね。お前ミツラ的なね。お釣りを覗き込むんですよね。ね、うん、覗く、取れよって思ったんですけどね。実は、まあ、最近天才少年っていうのも出てきまして、特にね、中央も、まあ、格ゲー界にも天才少年増えてますけどね。まあ、フレームの計算とか大事ですからね。計算すごい増えますから。もう2歳でもすごいらしいです。2歳でもすごい天才少年ケンちゃん。ケンちゃん2歳だけど計算できるの？計算なんて朝飯前だよ。すごい喋るね、2歳なのにね。うん、じゃあ3たす4は？ 3 たす4は7。うん、ああ、さすがだね。じゃあ5たす2たす1。8。はい、はい。これわかるかな？天才だから。天才だから。天才だから。じゃあ 58×32 足す28割る3。58×28 足す。いや、フェンウェイになっちゃった。マイボ。計算してると思ったら、はい、勝った時のフェンウェイだったね。いましたね。いましたね。ありがとうございます。はい。はい。はい。じゃあ最、もっとね、あるんです。なんと高校生の部活にも隠れてるものがあるということで、はい、鉄拳キャラ隠れてる、はい、この隠れてるキャラ見つけられるかな、見つけられるかな。バスケットボールの試合に隠れている鉄拳キャラ、ピーッドンドンドン、パスパスよし、ヘイパスパス、ヘヨヘヨ、いや鉄拳1の時の吉光いる、ヘヨヘヨ、いくよいくよ、はいヘヨ、あ、刺しちゃったね、いましたね、いましたね。ヘオって言ってます。ヘイヘイじゃないよね。ヘオヘオ。鉄拳ワンの時の吉見さんが隠れてましたね。ああそうです。さあ今度はですね、こんな実は鉄拳にまつわるっていう人もひょっとしたら紛れてるのかもしれません。はい、バス停急げよ。ちょっとあいつ遅いな。ちょっとバス停で待ち合わせしてるのに。俺もうバス来ちゃったよ。あ、来た。あ、早く来い、急げって。いや、バス来てるから走れって。走れって、お前走れ。いや、CEO の時の圭介選手。
以上ノーモーションでした。ありがとうございました。